株式会社きらやか銀行は、山形県山形市に本店を置く第二地方銀行を、仙台銀行と経営統合して地元ホールディングスを構成している。2007年5月7日、きらやかホールディングス傘下の植産銀行と、山形幸せ銀行が合併し、東北地方最大の第二地方銀行となった。その後、 競合効果の早期実現とグループガバナンス機能の強化など初期の目的が達成できたため、きらやか銀を中心とするグループへの再編を図る、こととし2008年10月1日に子会社きらやか銀を存続会社として親会社きらやか HD を吸収合併した。また、存続会社であるきらやか銀が東京証券取引所に再上場を申請して、 東証二部に上場した。2012年10月1日、株式移転による金融持ち株会社形式によって、仙台銀行と経営統合を。地元、ホールディングスが設立され、平やか銀は同社の参加に入った。2010年10月、翌年10月に、仙台銀行と共に金融持ち株会社を設立し、経営統合を目指す方針を。 明らかとした。しかし、2011年3月11日の東日本大震災によって、仙台議員が宮城県の復興を最重視するスタンスを明らかにし、中小企業等への金融面での支援さらに、震災に伴う店舗の損壊などを理由に、公的資金を導入した。これに伴い、経営統合時期を翌年度中に延期した。 2012年10月1日に金融持ち株会社地元ホールディングスを設立し本社を宮城県仙台市青葉区に所在する仙台銀行ビルの9階に設置した同 HD の社長にはきらやか銀の泡の頭取りが就任した株式移転比率は地元 HD 株一株に対しきらやか銀株一株仙台銀株6.5株となりまた良好が 発行する優先株についても移転比率は同一となる。前進業である山形幸せ銀行は山形総合銀行時代の1975年の第一次オンラインシステム稼働時から省内銀行と SY コンピューターサービスを共同で設立し委託方式でオンラインを稼働させていた。だが2003年に商銀が NTT で得た地銀共同センターへの参加を表明したため、システムの更新が迫る中、単独での運営や投資は困難であると認識し始めていたところ、食産銀行から日本ユニシスのアウトソーシングセンターである東北バンキングシステムズへの参加の打診された。これが結果的に経営統合合、併への端緒となった。前身である食産銀行は、 金内敏夫、元東取が日本官業銀行出身であるほか、第一官業銀行出身者が専務として起用されていた期間があり、また山形幸せ銀行には富士銀行出身者が専務として起用されていた期間があるなど両行とも、水保フィナンシャルグループと親密な関係にあった。2009年9月30日。 改正金融強化法に基づいて、平やか銀の発行する優先株を整理、改修機構が引き受ける形で、総額200億円の公的資金の注入を受けた。これにより同行の自己資本比率は10.5%前後に上昇し、財政基盤は安定するため、厳しさを増す地元中小企業に対して、積極的に融資拡大を目指すこととした。 2006年4月から2010年3月までの間に顧客から預かった現金を着服したとして、平やか銀行の元行員を業務上横領容疑で逮捕した。元銀行員は顧客から延べ49人から集金した現金を指定された口座に入金しなかった手口であり、騙し取った金額は合計7725万円である。 平屋か銀行は3月31日付で元銀行員を懲戒解雇処分とした。元銀行員は犯行当時同市大の目にある同行北営業部の有志障害課長代理だった。県警の調べに対して生活費に使うためなどと供述し、集金した現金を着服し、満期を迎えた定期預金の払い戻しを依頼されたかのように装って、 当銀行の水筒係担当者を騙し、現金を採取し、顧客49人から合計70回以上にわたり、7725万円を不正に入手して、着服分を別口座から調達して穴埋めする行為を繰り返し、平らやか銀行の実質的な損害額は、約740万円という。事件が発覚したのは2010年3月23日に、 山形市内の女性からの連絡で、定期預金証書を受け取っていないとのことで、内部調査した結果、元銀行員の犯行が分かり、同行からの被害相談を受け、山形署は4月8日に、被害届を受理し、捜査した。その後、東北財務局によって、業務改善命令がなされ、元銀行員は、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けた。 不祥事が相次いだにもかかわらず、抜本的な再発防止策がなされておらず、また、内部監査機能も十分でないとして、東北財務局から業務改善命令の発動を受けた。同局はきらやか銀に対して、法令遵守体制を確立した上で、業務改善計画を提出したちに実行するよう求めたほか、市販機ごとに進捗状況の報告を求めることとした。 仙台地区においては、旧幸せが3店舗、旧食産は3店舗の展開をしていたが、合併後、ブランチ・イン・ブランチや東配合をすることなく6店舗を維持した。近年は仙台県強化に取り組んでおり、2016年11月7日、泉出張所を格上げして、泉ローンステーションを併設する仙台線支店をセルバテラス2階に開設した。 2021年現在、7店舗を展開し、22年春の開業を目指し、仙台支店は建て替えが進められている。新潟県においては、旧幸せが村上市に1952年12月に、旧食産が1953年1月に、柴田市に進出するなど、比較的早期の段階から店舗を展開していた。 2021年6月14日、豊坂支店を新潟支店に移転統合したことに伴い、同県内の店舗は実質3店舗となった。秋田県には秋田市と由利本城市に計2店を設置しているが、2021年7月12日に秋田支店を本庄支店に移転統合する。これに伴い、同県内の店舗は実質1店舗となる。 福島市、埼玉市、東京都に各1店舗を開設している。そのうち福島支店以外は空中店舗。山形大学人文学部、同大地域共同研究センターと連携協力協定を締結しているほか、ヤフーとも業務提携を締結している。また、 財団法人民間都市開発推進機構、山形県中小企業家同友会とも業務協力を締結している。環状系システムは、存続業である、給食さんが採用していた共同パッケージングシステム、アクロス21を採用。給食さん時代には、国際、情報系システムもアクロス21に含まれていたが、こちらは9。 幸せ銀側のシステムを継承したため、合併と同時に破棄されている。給食産、給幸せとも NTT データのアンセルウェブを採用していたが、統一金融機関コードの関係上、給食産側に偏寄せされている。このため、給幸せ利用者の一部利用者については、個別に必要な変更が通知されるとしていた。2017年5月7日から誕生10周年。 企画の一環として、サンリオのボンボンリボンを、イメージキャラクターに採用した。普通預金、貯蓄預金とも、2月と8月の第2日曜日の翌、営業日付となる。本支店、出張所。店舗数は、実体店舗のみ。地元 HD 発足後に、既存の優先株を消却。新たに、東日本大震災からの被災対応としての、優先株を発行し、 整理回収機構が引き受ける発行外を実施している。なお、アクロス21は、平ヤか銀行と福島銀行の同時離脱に伴い、運用停止。福島銀は、日本ユニシスが、第二日銀向けに新たに構築する、環状系パッケージへのリプレースを2015年5月7日に、実施した。また、大行銀行は、2014年1月に他システムに、 リプレイスにより先行して離脱。ありがとうございます。